それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回は拡張ユークリッド互助法まで説明をいたしましたが、今回はその拡張ユークリッドの互助法のいくつか の性質とですね、その応用について取り上げていきたいと思います。でまず今日の前半はその拡張ユークリッドの互助法 の性質について、取り上げようと思いますので、具体的にはこの定理 4.25 というのをテキストのですね、定理 4.25 を説明したいと思いますので、テキストを持っている人は54ページから確認していってください。それではまず定理の内容主張からですね、見ていきたいと思います。でここでは、F と G をその R の弦としまして、でそれから、あと剰余付き序断によって、その、剰余ですね、剰余の、ラムダ1から、R1 から R のラムダプラス1と、それから小の Q1 から Q のラムダを、これは前回やりました、ユークリッドの互助法及び拡張ユークリッドの互助法のアルゴリズムと同様に定めます。でそれに加えて、その各ですね、剰余に付随する S0 から S ラムダプラス1と、それから T0 から T ラムダプラス1という値を、これも前回やりました、拡張ユークリッド互助法のアルゴリズムと同様に定めます。で一応復習しますと、その Ri と Qi の定義というのは、こういう関係を生み出すということでした。F を R0 と置いて、G を R1 と置いて、でそこから、その、順々に、互助法で、こう、Ri と、それから Qi を、定めていくという形を取っておりました。あと、ちなみに、Si と Ti に関しては、これは、拡張ユークリッドの互助法のアルゴリズムに従いまして、S0 が1で T0 が0。で、S1 が0で T1 が1と。で、S2 と T2 以降は、こちらにありますように、1回目のステップのですね、RI、RI、SI、あ、すみません。こちらについては、1ステップ前のこの RST の組から、2ステップ前ですね。2ステップ前の RST の組から、1ステップ前の RST の組に、小 QI をそれぞれかけたものを、ことによって、新しいステップの RST をですね、そのまま生成するというルールでした。で、さらにこの定理では、その行列、TI とですね、QI をこの次のように定めます。スライドの上の方に書きましたけれども、行列 TI は SI、TI、それから S の I か、I プラス1、T の I プラス1を使って定めると。それから QI は、こういった形で、単位行列の非対角要成分が1になっていて、あと、一番右下の成分にマイナス QI を持ってきたような行列です。で、定理の主張では、この時、次の性質が成り立つということで、いろいろ書いております。で、まず、A はですね、ちょっとこれ、文字の間隔が、短いんですけど、これは F と G を横に並べたものですね。並べた組です。で、それに、SI と TI のその点値ですね、これは列ベクトルを右からかけると、でそうしますと RI になります。あと、FG で作った行列ベクトルに、この行列 TI を右からかけたものが、RI と RI プラス1を並べた行列ベクトルに等しくなるというのが A、まず A ですね。で次に、B はですね、Pi というのが、実は Q1 から Qi までの積で表せますというのが B です。それから、C は、これはですね、
ちょっと待ってください。2の R に対する、ちょっと待ってくださいね。これすいませんね。2の、R に対する、まあ、これはちょっと記述が誤りで、R は、2の I に対してですね、すいません。この R は I の誤りですね、直しておいてください。2の I に対して、この R、R は、これ、F と G に対する各種有形と互助法の出力なんですけれども、それが、RI と RI プラス1の GCD に等しく、また F と G の GCD でも等しいという性質です。で、それから、あと D はですね、TI、行列 TI の行列式を計算するんですけれども、まあ、TI のから定義からすると、この TI の行列式というのが SI かける TI プラス1マイナス SI プラス1かける TI なんですが、これが実はマイナス1の I 乗に等しいというのが主張で、したがって SI と TI というのは互いに素ということになります。で、最後の E は、この最初に与えられている弦 F と G がですね、この RI と、TSI と、それから RI プラス1と TI プラス1を使って、まあ、ここにありますような式の形で表せるというのが E の主張です。で、まあ、以上の性質でして、実は前回までの授業で説明した内容と若干重複している部分もありますので、その辺は適宜そのことを指摘して省略も入れたりしながら内容説明証明のですね、概略を紹介していきたいと思います。まず主張の A なんですが、これは実は前回の授業の際に、この定理の EEA というところで説明しました、この定理の1番の内容そのものになっておりますので、まあ、そちらを確認してください。で、次に、B ですね、この行列 TI がこの Q1 から QI の、までの積で表せるというのは多分これ初めて見ると思いますので、ざっと説明しておきます。で、これは I に関する機能法で証明しますけれども、まず、I が0の時は明らかでして、t の0ですね。t の0っていうのはもともとその q の i がかかってない形なんですが、まあ、実際、t の0はですね、この ti の定義で i に0を代入した形を見てみれば分かると思いますので、これは各自で確認しておいてください。で、次に、ステップの0から i まで成り立つと仮定します。で、そうしますと、このスライドの一番下の行にありますように、ti というのが q1 から qi までの積でかけると仮定できます。で、この時、じゃあ ti に qi プラス1を実際にかけてみましょうっていうんですけれども、ti はこの上の定義ですね。それから qi も上の定義通り書いてですね。で、掛け算をしますと、まあ、この第1列がこういう形になりまして、で、第2列がこういう形になります。で、問題はこの第2列の部分でして、これは拡張ユークリッド互助法の中で与えられたその SI と TI に関する前化式ですので、そうすると第2列がですね、ここにありますように S の i プラス 2TI プラス2というふうに書き換えることができます。で、そうするとこれというのは実は T の i プラス1になって等しいということが分かりますので、まあ、これでその機能法を使った証明が示されることになります。以上がこの B の証明です。の概略です。で、次に、その C に関してですけれども、ここも、すみません、この2の R というのは、2の、I の誤りですので、直しておいてください。で、これは、
前回の授業で説明しました、ユークリッドの互助法の定理ですね、EA の、主張 A の通り、の内容ですので、一応ここでは証明は省略いたします。はい、で、次にステップ D なんですけれども、これはですね、1行目はそのさっき言ってた主張ですね。で、まず、この2行目から見ていきますと、T0 の行列式を見てみますと、T0 は実は単位行列、定義から単位行列ですので、T0 の行列式は1です。でそれからあと、QI の行列式ですね。QI の行列式は、これは、この形からですね、i の値に関わらず、qi の行列式は必ずマイナス1になることが分かります。で、先ほどのステップ B の主張からですね、ti というのは実は、q1 から qi までの積であるということが示されておりますので、で行列式についても、各行列式の積に等しくなるわけですね。そうしますと、ti の行列式というのは、q1 の行列式からその qi の行列式までの積に等しいということになりますので、マイナス1の i 乗になるということが示されます。まあ、この辺は、線形代数の知識をちゃんと覚えていれば、まあ、特に難しいことはないと思います。ここまでいいですか。はい。で、E、ステップ E なんですけれども、これはですね、F と G に関する、連立 G 方程式と見ます。すなわち、ステップ A から、この F と G を並べたベクトルに、右から TI をかけますと、これが、RI と RI プラス1に等しくなるという、こういう関係式がございました。で、これをですね、この F と G に関する、連立式方程式と思うわけです。で、ちょっと今まで皆さんが扱ってきた連立方程、一次方程式と異なるのは、今まで線形代数でよくやったのは、その変数が列ベクトルになっていて、で行列の、係数行列の、右側からかかっていたと思うんですけれども、この形の連立次方程式は、その変数が行ベクトルになっていて、係数行列の左側からかかっています。まあ、それを除けば、まあ、点長を取ってしまえば、両者の意味は、まあ、本質的には同じものです。で、連立一次方程式の、解法は、としては、皆さん、ガウスの消去法もやったと思いますし、それから、クラメルの公式なんてのも出たのを覚えていると思います。で、この定理に関しては、クラメルの公式で解くことで、この、主張にありますような関係式を得られるはずです。で、ただし、今まで皆さんが習ってきたのとちょっと異なるのは、さっきも言ったように、その行列、なんでしょう、変数が行ベクトルになっていて、その関係式が検出された形になっているので、それに対応したクラメルの公式も、ちょっと、皆さんが線形代数の教科書に見たものとは異なってくると思いますけれども、まあ、本質的には同じようにして証明できるはずですので、これは、この証明は、まあ、皆さん自身に委ねます。ですので、ぜひやってみてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい。以上が、まあ、今日前半の、拡張ユークリッドの互助法に関する性質でした。で、今日の後半は、まあ、拡張ユークリッド互助法の応用例というのは、そのテキストにもいろいろ載っていますけれども、今回はそのセクション 4.7 のですね、方逆減の計算、モデュラーインバースの計算を取り上げます。テキストでは60ページですね、3日から書かれております。で、まず、その、モジュラインバースの計算について、
述べますけれども、一応記号の確認なんですが、R を、可換換とします。でそれから、I を R の位であるとします。そうしますと、R を I で割った常用感というのを考えることができます。で、ここでは、ちょっとすみません、内容確認します。この A っていうのは R じゃなくて R、この常用感から取ってくるんですね。ここ R オーバー I に直しておいてください。この常用感からあの A を、A という弦を取ってくるんですけれども、まあ、これがその常用感の、あの鍛錬の時、すなわち、情報の逆弦を持つ時に、この逆弦を計算しようというのがこの、高逆弦の計算の概念です。で、今回はその逆弦の計算に、各種ゆっくりとご情報が有効であるということを紹介したいと思います。いいですか。はい。で、そのことについて、述べているのが、この定理 4.48 ですので、テキストを持っている人は確認しながら進めてください。まずこの R をですねユークリッド正域としまして、それからあの D をユークリッド関数、R 上で定義されるユークリッド関数とします。それから A と M というのを R の弦とします。で、この時その常用感としてはその M で定義されるイデアルを考えるわけなんですけれども、この、A モド M と書いたのは、その A のですね、その常用感における、弦としまして、で、これが、その常用感の単元であることの必要十分条件が、実は、この A と M の、この R 上の GCD が、1に等しいということになります。で、さらに、この時ですね、この拡張ユークリッド互助法を用いて、この常用感におけるこの A の、 その情報の逆弦を計算することも可能であるというのがこの定理の主張です。で、テキストを事前に、予習した人は気づいたかもしれませんが、実はそのテキスト の、 その GCD の記述がちょっと多少このスライドとは異なっております。でテキストの方では GCD の括弧がですね、こう中括弧になっておりまして、前後をちゃんと読まないと最初誤植かというふうに思った人もいるかもしれません。で実はテキストの方では今回今までの授業では触れていませんけれども、正規化された GCD という概念を導入しておりまして、でテキストの定理では、ここの部分が正規化された GCD というふうになっております。ただ、今回のアイディアはそこまでは求めませんけれども、とりあえず、GCD が1になるような場合には、こういうのようにその逆弦が存在するということは言えますので、一応、まあ、より一般の、積化は、とりあえず考えなくても、扱える場合だけ、扱うことにしたいと思います。で、一応そのですね、定理の証明の概略をこちらに書いておきました。これを見ますと、同時にその、なぜ逆弦を計算するのに、拡張ゆっくりと互助法が有効かということもわかるかと思うんですけれども、まあ、上から順番に、述べていきますと、この A を M で割った常用が、その R over MR の単元であるならば、その定義からですね、R に、ある弦 S が存在しまして、で S に A をかけたものが M を法として1に合同になると、まあ、これがその、A の、 その M を法とする、まあ、情報の逆弦なわけですね。まあ、そういうものが存在することが言えるわけです。で、次に、
この、合同式の意味をですね、定義から、別な形で説明しますと、T に、R にある T という弦が存在して、SA から1を引いたものが、M の T 倍に等しくなると。まあ、これは合同の定義ですよね。で、この、次はこの、等式に着目しまして、これをですね、うまく移行しますと、A と M に対して、ある S と T が存在して、SA プラス TM が1に等しくなるということを言っています。で、これはすなわち、拡張ゆくりと互助法から、A と M の GCD が1であるということを言っておりまして、でしかも、S と T の値は、この与えられた A と M から、拡張ゆくりとの互助法で計算可能であるということも言っています。ということで、今回、紹介する、性質、逆弦を持つという性質と、それから、この逆弦の、求め方も、これで分かると思います。ということで、実際にその問題を解こうとした場合には、この A と M に対して、拡張ユークリッドの互助法を、適用して、で、その出力を得るわけですね。で、それを、R と S と T と置きますと。で、その時に、もし R が1の場合は、これは、A と M の、GCD が1になることを言っていますので、すなわち、S がですね、一応、モド M という記号をつけていますけれども、この S が、この乗用感における A の情報の逆弦であるということがわかります。また、もし R が1でなければ、この、A が、この乗用感で単元ではなくて、あと情報の逆弦が存在しないということも言えます。ここまででしょうか。はい。では、今日はそのですね、例題を2題ほど紹介したいと思います。まず最初は、例の 4.49 というので、そうですね、テキスト S60 ページの定理のすぐ下にありますけれども、R を整数感として、で、M を29として、A を12と置きますと。ですので、29を法としたときの、A イコール12の逆弦が存在すれば求めましょうと、そういう例題です。で、これに関しては、法が29で与えられた数が12ですから、29と12からに対して、拡張ユークリッドの互助法を適用します。で、それによりますと、順々にこう計算していくわけですね。で、一応、テキストにも表がありますし、それからスライドの方は実際の計算過程を載せていったので、そちらを確認してください。で、R3、それから R4 を計算していきまして、最後 R5 が計算されます。で、一箇所ですね、今日の配布資料の訂正なんですけれども、この20枚目に、誤りがありますので、探してみてください。もし探してレポートで報告できた人は、1点加算します。ただし満点の人は加算できませんけれども、満点、9点以下の人で、この20枚目の誤りを見つけて直せた、指摘できたら、1点加算したいと思います。一応、スライドの方はですね、事前にチェックして、今日の授業には間に合いました。で、それはいいとしまして、これで、ユークリッドの互助法を計算しますと、i が4のときに、29の5倍にですね、12のマイナス12倍を加えますと、これはちょうど1になるということで、まず、これで A と M が互いに素であるということがわかります。で、この、関係式から、M を、29を法とする合同式を作りますと、これは、A のですね、マイナス12倍が、ちょうど、29を法として1に合同であるということを、意味するわけですね。で、
まあ、A の学元として、まあ、負の数でももちろん間違い、誤りではないんですけれども、今その、まあ、29を高等したその乗用感を考えますと、まあ、大体乗用感の代表元も正の数にとった方が、まあ、都合がいいと思いますの で、そのマイナス12 の、 その正の形の代表元乗用感の元を取るとこれが17になります。ですので、この問題に対してはこの17がその29を高等する12の逆元であるというふうに結論付けられます。ここまでいいでしょうか。はい、それで今日はあとこれ最後なんですけど、もう一つ問題をやっておきたいと思います。これは、テキストでは例題という形ではなくて実際に演習問題、回答例はありますね。回答例はありますが問題という形で出題されております。問題の 4.55 で、これは61ページ、テキスト61ページの一番下の方にあります。で、問題の内容としましては、これは代数的数の逆数の計算をするという問題です。ちなみに代数的数は代数の授業ではやってます？もうやってますか？やってますか？はい。だからいいですね。はい。この問題は、方程式 x3 乗マイナス x2 乗を、マイナス x プラス1イコール0の、まあ、根の1つをアルファとしますと。でその時に、アルファ2乗プラスアルファの逆数を、このアルファに関するその多項式の形で表しなさいと。でただし、その、ここにあります係数ですね、ラージ A、ラージ B、ラージ C は有理数としますと。まあ、そういう問題です。で、この問題をどうやって解くかなんですけれども、まあちょっと問題設定をもう少し詳しく書きますと、まずこの与えられた方程式、多項式をですね、fx と置いて、まあ、方程式 fx イコール0の根の1つをアルファとします。で、それに対して、まあこれ記号はいくつかあると思うんですけれども、Q の、普通の括弧のアルファですね、これをその有理数体の Q のその α による拡大体というふうに書きます。で一方で、Q 上の一変数多項式間を、この fx によって生成されるイデアルで割った乗用間をこのように書きます。で、この時に、これは多分代数のどっかの授業でやったかもしれませんが、まあ、こういう対応関係を考えることができるわけですね。しかも、演算を入れて、順動形で考えることができるわけです。右側は、その Q に、α を転化した拡大体 で、そこの元というのは、この Aα2 乗プラス Bα プラス C の形でこう表されます。で、ここで、ラージ A とラージ B とラージ C は有理数。で、これに対して、この右側では、この乗用感でですね、係数が同じ A と B と C を使った、この二次多項式を考えると。そうしますと、代数の知識からですね、この fx が今、球状規約ですので、この右側の拡大体と、それから左側の拡大体と、それから右側の乗用感が、まあ、同型になることが分かります。ということは、この左側の、その拡大体の、まあ、ある弦のですね、逆弦を求めるということは、この右側のその乗用感でのこの多項式の逆元を、情報の逆元を求めるということと、まあ、同じことなんですね。そうすると、これは右側の方では何やるかっていうと、ここにありますように、この gx のその fx を行動する、逆元ですね。あ、今 gx というのは、この、左側の、で与えられた、この α2 乗プラス α という弦に対応する乗用感多項式で、まあ、α を変数 x に置き換えたものですので、x2 乗プラス x っていうのはここで gx を置いたんですけれども、まあ、結局その、今回の逆元は、この gx の fx を法とする逆元を、この右側の乗用感で求めることと、まあ、同値になるというわけです。で、そこで、先ほどと同じように、fx と gx を入力としまして、拡張ユークリッドの誤助法を実行します。で、詳しい結果は、まあ、皆さん後で復習していただきたいと思いますけれども、まあ、ちゃん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 ときてですね。で、
R3 が定数になりましたので、この段階で、fx にマイナス x マイナス2をかけたものとですね、それから gx に x2 乗マイナス3をかけた多項式を加えると2になるということが分かります。で、この形で、まあ、定数が出てきたということは、この fx と gx がまあ互いにそうだということを意味しているわけです。で、両辺を2で割りますと、まあ、こういう関係式になりまして、まあ、さっき、ちゃんと右辺を今度は1にして、まあ、f と g が互いにそうということが、を示しております。で、まあ、このことからですね、まあ、この、そうですね、ちょっと記述が若干不正確なところがありまして、本来はここはまだ α を書くべきではなくて、x を書くべきですね、すみません。ここではまだ常用感で考えていたので、まあ、この上の等式を、まあ、合同式の意味で書き換えると、まあ、こういうことが言えるということで、ここでのその gα の逆元は、2分の1かける α2 乗マイナス3という形で求まります。で、一応実際に検算してみますと、与えられた式が α2 乗プラス α ですね、与えられた元が α2 乗プラス α で、で今回、計算された、逆元が、これ今定数場合はちょっと除いてますけれども、α2 乗マイナス3であると。で、これをかけると、α4 乗プラス α3 乗マイナス 3α2 乗マイナス 3α になるんですけれども、今、これ、すみません。これもちょっと、記述が若干不正確ですけれども、まあ、Fα がですね、Fα が0であるので、まあ、実際に、この多項式を Fα で、割りますと、その乗与が、α マイナス2、ちょっと待ってね。まあ、ちょっとこれ後で確認しておきます。はい。ということで、一応今回は、内容は大体以上なんですけれども、まあ、各種ユークリッドの互助法の性質と、それから、モジュラーインバースですね、方逆元の計算について、話をしました。ここまで何か質問ありますでしょうか。はい。ということで、これは次回の予告なんですけれども、次回は、実数の、連分数展開ですね。やはり各種ユークリッド互助法の応用の一つとして、実数の連分数展開について説明していきたいと思います。テキストの方は、セクション 4.13 にありますので、まあ、適宜、募集しておいてください。というわけで、ひとまず、今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。